平和相互銀行とは、かつて存在した相互銀行である。九百八十六年十月一日、住友銀行に吸収合併され消滅した。東京小曳町で鉄くずや小宮山商店を営む小宮山映像が、それで得た財を元手に、食産会社の東北林業を買収して、九百四十九年六月一日に日本食産を設立。 さらに、大日食産を九州合併して、社名を平和貯蓄食産無人に変更。日掛け金融を始める。1951年の総合銀行法の施行によって、総合銀行に転換、平和総合銀行となる。総銀転換後しばらくして、夜9時までの窓口営業を開始した。これは当時、同行の顧客の多くが水商売で夜遅くまで。 営業していたことから、大倉省に直談判して、窓口の夜間営業を認めさせたと言われている。こうした夜間までの窓口営業に加え、首都圏の駅前から住宅地まで店舗網の整備を進めたほか、ATM のオンライン提携がない時代に、都市銀行など従業と提携し、各行でオフラインで入出金ができる、キャッシュカードを発行するなど、顧客に対する、 利便性の充実に努めた。これら施策が身を結び、店舗数103、資金量1兆1500億円と総議員会6位の規模にまで成長した。その一方で、映像は私的な利益を追求し、関連会社を次々と設立、買収した。総武流山電鉄や、後に内紛でクローズアップされることとなる西鉄ライオンズを買収した福岡野球の メインスポンサーとなる、太平洋、クラブ、海外での鉱山、木材、漁業などを手掛ける、総武通商や総武都市開発、足立産業、曲げ刀開発など、グループ企業は100社以上を数え、いわば、小宮山コンツェルンを形成した。他にも、映像の詩的な側近である、昭和鉱山の浅香正、旅友開発の佐久本広義、日まこと創業の次郎丸義助、 太陽開発の松尾秀との四天皇や政治家、総会や右翼なども平和葬儀と関係を持つようになり、平和葬儀は闇の紳士の貯金箱というのが金融界の評価であった。1979年に創業者の映像会長が死亡するとグループの後継の座をめぐって映像の弟の小宮山誠一社長、 娘婿の池田務専務、長男の小宮山栄一常務との間で内紛が勃発。四天皇を排除して実権を握ろうとした池田に対し、栄一は元東京地検特捜部検事で関査役の伊坂重明の後ろ盾を得て池田の失脚に成功する。この過程で、聖一社長も会長へと棚上げされて、やがて会長も辞任に追い込まれる。 池田を失脚させて一時は経営の実権を握るかに見えた a 一だったが、やがて伊坂や稲井田隆社長らを中心とする新経営人との確執が表面化、結果として a 一は常務を解任される。この後、1982年の不動産融資事件や翌年のマゲ島事件、さらには1985年の金病風事件などによって、 平和葬儀の経営はますます悪化した。1985年6月中旬、山口光秀大倉省事務次官と磯田一郎墨銀頭取は、共にゴルフに教示、その場で磯田が平和葬儀の買収の意思表示をし、票差だになると話が壊れるので、以後、墨銀は感知しないで通すことで、両者は合意したとされる。この直後から磯田は、 具体的な合併工作を指示した。同年8月、大倉省の吉田正樹銀行局長の人頭式のもとに10人の検査官を動員、異例とも言える5ヶ月間にわたる長期検査を平和葬儀に実施した。この検査で、有資額半分を占める約5000億円が回収不能な不良再建であると判明する。検査終了後の1986年1月、 検査結果がマスコミにリークされたことや内紛に基づく訴訟合戦が過熱報道を呼んだこともあり不安に感じた預金者は預金の引き出しに走ったこのため1985年10月から1986年2月にかけては2370億円が流出し預金残高が1兆円を割り込む事態となった同年2月6日 い者から実験派の4人組は辞任。翌日、大倉省 OB だった田代和正会長が社長に就任し、平和葬儀は自主再建断念を表明。同年10月1日住友銀行に吸収合併された。合併に先立ち、同年7月、東京地検特捜部は平和葬儀事件の捜査に着手。神戸市内の三輪売買融資について、 特別配任に当たるとして、同7月6日、伊佐から実験派4人を逮捕、同月26日に起訴した。合併によって、住友残酷物語と呼ばれる、旧平和草銀行員の大粛清が行われ、合併から半年でほぼ全行員がいなくなったとの話が一部でまことしやかに囁かれたが、実際には合併から半年を経過した後でも、 旧平和葬銀出身者は多数在籍している。合併後、住金企画部長に就任した西川義文は、住都公団の団地の商店街にある、郵便局程度の規模の店舗、新興住宅地の丘の上にあって、営業時間が10時から2時までの店舗、駅前のビルに立地するものの地下に、ピンク映画専門の映画館のある店舗など、各地の旧平和葬銀の店舗を実際に足を運んで、 見て回った。その視察の結果、一つ、一つの店舗規模が小さく、使い物にならない店舗が多いと判定し、合併から1年経った1987年12月段階には、継承した103点を62の視点、または特別出張所までに絞り込んだ。また、平和送金は、夜間や日曜営業が特色であったが、これは顧客にとっては便利この上ないが、 銀行にとっては非効率そのものであり、今日のような機械化が進んでいない時代で、ただでさえ人手がかかっていた。支店業務が営業時間が長ければ行員は必然的に二交代制になるので、他の銀行よりはるかに人数が必要になり、これを続ければ墨銀の収益を圧迫する懸念が出てきた。そこで7時までの営業をやめようと西川が大蔵省に接省に出向くと、 住友銀行は七時営業を続ける前提で平和総銀を買うのではないかと銀行課長はうんと言ってくれなかった。結局、その後も折衝を重ね平和総銀の名前が残っているうちは仕方がないが正式合併後は勘弁してもらうということで了承してもらった。住銀の平和総銀合併における目的の第一は首都圏店舗網の拡充にあったが 合併から数年後には、大蔵省の店舗行政は緩和していき、新規出店ははるかにやりやすくなった。こうした状況の変化を受け、西川は無理をしてまで平和葬金は買わなくても良かったかもしれない。また、払うべき代償はあまりにも大きかったと帰り見ている。代償とは平和総儀株取得のタメイトマンファイナンスの力を頼ったことであり、平和葬金問題があったから、 糸満事件もあったとの見解を辞書で非敵している。旧平和総銀本店は同行消滅から12年後の1998年まで、住銀代に東京営業部、その後は、住友クレジット、東京支店、三井住友カード、東京本社として利用されたが、三井住友銀系の銀線が建て替えを行うため、解体され、2016年6月末、跡地に、 銀線新橋第二ビルが竣工している。映像は、参議院議員であった、小宮松根吉の長男で、自定に平和総銀社長を引き継いだ、小宮山誠一、三邸に、郵政大臣を務めた、小宮山重四郎らがいる。平和総合銀行を中心に、太平洋クラブや、クラウンガスライターなど100以上のグループ企業で、小宮山コンセルンを形成した。名に、弟、 小宮山十四郎の娘で、衆議院議員の小宮山康子、孫に、次女はこの子で、ミュージシャンの小宮山雄飛などがいる。九州後の店番は、平和総銀時代の番号プラス800となり、従来からの住友店とは隔てられた800.900番台に、区別、関東地方の従前からの住友店は200.300番台が、中心であった。 元産経新聞記者の近藤博士は、著書、住友銀行マイナス7人の頭取りの中で、この度々語られる、住友残酷物語に関しては、東京系都銀がルフした虚構であるとしている。同じように、住友残酷物語によって、行員が大粛清されたとされる旧河内銀行の九州合併を検証し、合併当時の河内銀行行員は301人。 1988年時点で、約半数の165人が在籍し、現職含め支店長経験者は35人いると論じている。なお、本書の初版時期である1988年の時点では、旧平葬銀行員の減少率について触れていないが、住金店舗の支店長に抜擢された二人の旧平は葬銀行員の活躍ぶりを取材している。 フリージャーナリスト田沢拓也の著書、住友銀行人事、第二部旧平和総合銀行員25人の証言と、奇跡によれば、住友銀行に在籍している旧平和総銀行員は、合併時3300名、本書執筆時で2100名と明記している。退職者のうち、8割近くが女性行員とのことである。ありがとうございます。